はい、どうもこんにちは、ガキです。今日はちょっとスペシャルゲストをお呼びしております。白馬ローカルで、毎日もう遊んでるトシ君でございます。ガキチャンネル。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。今回ちょっと新企画ということで、白馬公式観光局ということで、まあガイドブックには載ってない白馬村だったり白馬バレーの楽しいことだったり面白いことっていうのをちょっと紹介していきたいなと思ってます。ということで今回はどこに行くんですかね。今回はね、湖の青木湖に、あ、うん、ちょっと行ってみんなで遊びたいなと思います。なるほど、うん、この目の前にあるのが、そう、これがね、サップ、立ってこう パドルで漕ぐサップです。あ、サップっていう遊び道具ですよね、うん、でこのサップを使ってまあいろいろなんかやっていきたいなと思ってる感じですよね、うんうん、計画ではサップを使って、まあ、泳いだり、うんうん、ターザンロープバーッて飛んでバチャンって遊ぶターザンロープだったりして遊びたいな。で青木湖っていうのが、まあ、湧き水からできた湖なので、まあ、年中冷たくて、今の時期、まあ、8月なんですけどすごくいい時期なので、まあ、ぜひこれご紹介できればなと。それではちょっと行ってみましょう。行ってみましょう。もう浸水してます。3人乗り。電圧量もっと上げれないのか。引っかからないように引っかかったらちょっと救助お願いします。ガキいいよ。もういいの？うん。すごい。Go。イエーイ。真ん中ら辺まで来ました。いやいや、だいぶ来たね。うん、おお、危ない。
ちょっと待って。ちょっと行くよ。待って待って。いいよ。ちょっとチャレンジとか遊びをねちょっと見ていただきたいなと思ってます。あ、でももう一回行っていきたい。あ、分かった。こんな感じ。こんな感じ。